やってまいりました稲城長沼駅ですが、スコープドッグはこっちこっちこっちよく分かってないと思う。なんか人が集まっている気がするんですよ。気のせいです。あ、どうも、ヤマトリモコムです。どうも、思ってるわ。遅すぎだよ。気合入ってます。結局ね、持ってくるカメラを散々迷って、はい、で、ニオスワンになっちゃったんですね。でも光が光だから L レンズがいいな。そこですね。ワンとワン N 持ってきて、はいどうぞ。カラーの方はね、この逆光になってるんで、まあ、AE で撮るとしたらマイナス2ぐらい、まあ、100のフィルムが入ってるんで、ロゴグラフィーのカラーメガネの数が入ってるんで、だからシャッター速度ね、60の F8 ぐらいと思ったんやけど、まあそこまでよりはもうちょっと80分の1の F8 ぐらいです。でモノクロの方はというと、これモノクロなんですね。ロゴライアレトロ80が入ってるんで、通常だとこの時間だったら100で ISO100 で250の F8 ぐらいなんですけど、でこれ80が入ってるんで250の F8 で撮るとちょっとアンダーぐらい。でもこれ逆光じゃないですか。だからマイナス 2.5 ぐらいアンダーになると予想して、スコープドッグを完全にシルエットで撮るのを狙ってます。そんな感じそんな感じでございます。今日、超人が必要な。ああ、すごいね。毒の言葉喋っていいか分かんない。はい、あの前回、あそこでめちゃめちゃ徳島なまり強かったから。あのね、基本的には、相手に合わせて言葉変えます。それなんですか。僕、九州とかね、東海とか、四国とか、まあ、関西に住んだことあって、あちこちで住んでるんで、相手が喋ってる言葉に合わせて。それで今日は、そう。まあ、とりあえず日本語喋ってもらえば皆さん分かると思います。もうダメだ、限界。皆さん撮りたことあります？ストープロック初めてですか？初めて来ました、あのね、結構これ細部まですごく作られてて、後ろとか見ると分かるんですけど、ちゃんとね、あのメルキア文字っていうね、そのちゃんと文字が入ってるんですよね。そういうところまで、あと結構ね、パーツアップで撮ってもかっこいいです。全体入れるのもあれですけども、あのレンズみたいな、目みたいな、あそこが、まあ、要はレンズ望遠レンズでいいんです。望遠レンズと赤外線設定ですね。暗闇とかに敵が行くと、あの赤外線のやつに切り替わって、あの暗視スコープになるっていう、僕もこのアニメ結構好きでね、
ですか、すごい。結構こういうところまでね、ちゃんと細部までね、この文字が入ってるんですよね。あの 上とかね、あの背中とかも。本当だ、うん、ちゃんとバックパックの取り付けフックまで。そうなんですよね。そうそうそう、うん、結構ね、いろいろとマニアックなんです。例えばあのパンチするのに薬莢が出てくる、ね、薬莢、うん、うん、これができると2カ所しかない。またこのレンズめちゃめちゃいいですね。これ、XR リケですね。初期型。めちゃめちゃ綺麗。これ、ヤフオクで、あの人気なかった頃、まだこれ買ったんですよ。はい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 。今すげえ人気ですよね。初期型。誰のせい。よっ。じゃあ回します。どうぞ。はい。はい、ずっと目立ってたカメラマンですよ。っていうかね、多分やばいよ、これピッチャーでいいから。はい、ありがとうございます。はじめまして。どうも。本物の。どうもこれシオンさん。はいはい、あの日本に一周、はい、歩きながら一緒に写真撮ったもんね。そうそうそう、ありがとうございます。自己紹介します。端から。カメラマンで、はい、あ、カメラマンさんね、はい、の息子さん、はい、はい、はい、一視聴者です。はい、若いな。あ、星大丈夫と申します。あ、星大丈夫さん。夢旅と申します。あ、夢旅さん。しおんと申します。ありがとうございます。はい。あ、すいません。すみません、失礼します。はい、これもう正真正銘第1号です。まあ、そうですか。じゃあ2号、2号ですね。今日の日付入れてもらった方がいいんじゃないですか。そうですね。これ後で旗にお願いしようかな。初めて書いたと思えないほどすごい、まあ、実は練習してたんで。21年11月13日ですね。はい、ありがとうございます。完成品はこれ1号。そうですね。まあ、どっちも1号。1号って書いてもらえないんですよ。大丈夫、大丈夫。仕上がりです。リュックを下ろすのが誰。とりあえずじゃあ撮影いきますかね。はい、よいしょ。ツイート見てもらいました。はい、あのね、ここから山屋さんが結構距離があるんですよ。そうなんです。あのね、僕はね、ドリームロゴボディさんが